国鉄滝17,600経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は金属ナトリウム専用の30トン石炭車として1970年8月4日に5両、同年10月6日に3両が日本車両製造1社のみで製作された。 金属ナトリウムを専用種別とする形式には本形式の他には例がなく唯一の存在であった。落成時の所有者は日本ソーダの一社のみでありその常備駅は新越本線の日本技駅であった。1979年9月13日に工業が日本ポリウレタン工業へ名義変更され常備駅は山陽本線の新南陽駅へ変更された。 1979年10月に制定された化製品分類番号では年44が表記された。普通構成のタンク帯に厚さ 100mm のグラスウール断熱材を巻き、薄鋼板製の着せ、加熱管が設置された。輸送方式は高温の液体状態の金属ナトリウムを積み込みそのご冷却し固体化させその状態で輸送し、 目的地に到着後加熱し再溶融させた後、取り出すといった手間のかかる方法で行われた。200方式は上入れ上出し式である。車体色は黒色。寸法関係は、全長は 13,800mm、全幅は 2,400mm、全高は 3,775mm、台車中心間距離は 9,700mm。 事業席は32.6立方メートル、地長は21.3トン、換算量数は、席車5.0、空車2.2であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車が JR 貨物に継承されたが、1997年6月に、最後まで在籍した産両が廃車となり、 同時に形式消滅となった。ありがとうございます。